奄美大島の近海を通過して、この辺から天候が始まってます。北東方向へ向きを変えてですね、9月11日土曜日、午後4時の段階ですね。この時に和歌山県、四国地方ですね。四国地方を通過してですね、近畿地方の、西日本の近畿地方のあたり、9月11日土曜日の夜11時の時点の進路予想で、暴風域は南西諸島全域に及んでいるこの台風13号コンソンらしきと圧線。まあ、大きさはそれほど大きくはないんですが、九州地方ですね。9月11日の朝9時の時点で九州地方に上陸をしているかに見えます。中心気圧959ヘクトパスカル。9月11日の夜9時の時点で、四国地方に中心気圧986ヘクトパスカルの台風13号コンソンらしきと圧線が上陸をしています。日本列島を縦断してますね。9月の12日の午前3時こちらは北陸地方新潟のあたりに上陸しているかのように見えます。ただ中心気圧はですね986ヘクトパスカルにまで下げてきてますね。9月12日の朝9時の時点東北地方に差し掛かっている台風13号コンソン、そして9月の12日の午前3時にはですね太平洋沖に抜けていくという形になってますね。ただこの時点でもですね中心気圧984ヘクトパスカルなので、台風速報。台風速報の時間がやってまいりました。リスナー様の方からですね、複数の視聴者様の方から9月の8日から9日のあたりにかけて、いいよいいよ台風が発生するこの兆候が見えてますよというこのコメント欄にてですねお知らせをいただいたので、早速ウィンディープレミアムで確認をしてみました。昨日の夜確認したところ、この GFS モードでもですね ECMWF モードでも、この台風の発生というのは見られなかったんですね。今現在の時刻が2021年9月2日木曜日の朝8時57分42秒になったところなんですけれども、今朝確認したらですね、この GFS モードにて、フィリピンの東の海上からですね、台風13号、コンソンらしき等圧線が現れてですね、日本列島の方へ向かって北上、そしてですね、あろうことか、近畿地方へ、上陸するというとんでもないですね、兆候、兆しが見られたので、早速、情報発信をしてまいります。9月2日の速報です。で、今ご覧いただいているのは、ウィンディープレミアムの GFS、米国海洋大気庁 NOAA が提供する全球数値予報システムの大気循環の気象モデルをベースとした気流の流れ、気圧配置図なんですけれども、9月6日、月曜日まではちょっとね目立った兆候が見られないんですよ。フィリピンの東の海上にですね弱い等圧線現れては消えというのを繰り返しているんですね。で、9月6日の午後6時、7時になった時点でもですね、まだはっきりとした等圧線、台風13号コンソンの卵らしき等圧線っていうのは出てこないんですね。9月の7日火曜日の朝6時になった段階、このあたりからですね、中心気圧1004ヘクトパスカルの弱い円状の等圧線が現れてきます。中心気圧999ヘクトパスカル、フィリピンルソン島の東の海上、フィリピン海ですね。火曜日7日の夜から水曜日、9月8日水曜日の午前3時になった段階で、等圧線の幅がちょっとくっ
きりしだしてきました。中心気圧も980ヘクトパスカルにまで落としてきています。そして、なおかつですね、等圧線がですね、フィリピン海を北西ないし、北北西の方向へ上がってきている973ヘクトパスカルの等圧線をご確認いただいているところです。9月9日木曜日の朝8時になったところですね、等圧線の幅がくっきりしてきました。拡大をします。この段階でもう色がですね、濃くなってきて、周辺の最大風速24メートルを指し示しています。やもするとですね、この辺りでもすでに台風13号コンソンが発生している可能性が非常に高いです。あくまでも可能性です。北上していますね。日本列島に向かって北上しています。ということはですね、太平洋高気圧が薄れている可能性が高いということですね。周辺の最大風速26メートルの段階で沖縄県を横断しています。沖縄県を通過して中心気圧962ヘクトパスカルに今下げてですね、この辺からスピードアップをしてきてますね。スピードアップをしてですね、奄美大島の近海を通過してこの辺から天候が始まってます。北東方向へ向きを変えてですね、9月11日土曜日午後4時の段階ですね。この時に和歌山県、四国地方ですね。四国地方を通過してですね、近畿地方の、西日本の近畿地方のあたり、ちょうど大阪のあたりですね。このあたりから上陸をしてですね、さらに拡大すると、これは京都のあたりですかね。京都府のあたりに上陸をしているこの台風13号、コンソンの姿を捉えることができました。ウィンディープレミアムの GFS モードですね。グローバルフォーキャストシステムの気象モデルベースとする GFS モードではですね、一番先の予報、9月11日土曜日の夜11時の時点の進路予想で、西日本地域の京都府に上陸しているこの台風13号コンソンの姿を捉えることができました。で、この台風の目の中心の位置ですね。台風の目はほぼ無風状態なので、風速0メートルになっています。この地点の、この詳細情報を見てまいりましょう。9月11日土曜日。中心の目の位置ですから風速は弱いんですよ。位置がですね、60進数表記で、北緯が35度16分4秒。そして、東経が135度23分13秒となっています。緯度経度表記の変換サイトを使って、60進数を10進数に変換しました。そうしますと、緯度が北緯 35.26 度、経度がですね 135.38 度となりました。これを Google マップで早速確認をしてまいります。で、こちらの位置ですね、これあくまでも進路予想なので、あくまでも参考程度にしてください。必ずこの通りになるというわけではありません。台風13号コンソンの上陸の予想位置ですね、こちら京都府のど真ん中、西日本地域、大阪を通過して京都府のど真ん中にあります。周辺の最大風速がですね、20メートル超えてますから、この進路予想の通りになればですね、これは台風13号コンソンが発生しているということになります。で、この位置なんですが、京都府府内郡京丹波町ですかね、京丹波町というところに上陸をしているこの台風13号コンソンの姿を捉えることができました。Google Earth で見てみると、山中のですね、県道27号線ですね、県道27号の近く、まあ、山中なんですけど、これ一応こう集落がありますね。由良川の南の集落、台風13号コンソンの目の中心の位置が来ている進路予想になっています。まあ、縮小すると日本列島の大体この赤いですね、ポイントの位置になります。で、これが GFS モードのですね、進路予想ということになるんですけれども、これあくまでもね、ウィンディの進路予想の目安になっていますから、参考程度にご活用いただければと思います。それでは再びですね、時刻を9月2日本日の9時に戻して、今度はヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モードに変えてですね、再生をしてまいります。上に見えるのが日本列島ですね。また、フラッグを立てているのが台風13号コンソンの卵らしき等圧線が発生した
GFS モードと同じフィリピンの東の海上、フィリピン海にこのフラッグ、旗を立てています。で、ECMWF モードなんですけどね、こちらの方は、GFS モードと違ってですね、このフィリピン海、つまり熱帯地域からですね、台風13号コンソンの卵らしき等圧線が発生してこないんですよね。ただ兆候としてはですね、この日本列島のですね、日本海側、中国大陸から出てくる台風らしき等圧線、これは台風じゃないんですけど、それとですね、もう一個、日本列島の東の海上の太平洋から突如して現れる、こちらもですね、台風らしき等圧線が二つ現れてくるんですが、これは台風にはなりません。熱帯地域、ないし、亜熱帯地域から発生して発達、北上してくる、この台風の等圧線ではないので、これはですね、台風にはならないということが言えるわけですね。9月5日日曜日の時点、何もない非常に平静で穏やかな太平洋、そしてフィリピン海の大海原をご確認いただいています。で、この時点では何の変化もないんですが、ちょっと先に行くと、日本海と太平洋側にですね、台風らしき等圧線は現れてきます。で、まず1個目ですね。これ前回の動画でもお伝えしたと思うんですが、この中国大陸からね、黄海のあたりにこう、東へ移動する、この等圧線がまず1個出てくるんですね。と同時にですね、9月7日火曜日、午後2時の時点で、突如としてですね、太平洋、これは、ね、亜熱帯地域からでもない、この中心気圧98ヘクトパスカルの台風らしき等圧線、この2つの等圧線がですね、現れてくるんですね。ただこれはね、台風ではないです。もしこの予報の通りなればの前提ですけれども、この中国大陸から東の方へ投進してくるこの等圧線とですね、突如として亜熱帯地域ではない、この太平洋と太平洋上に突如として現れるこの2つの等圧線、これは台風にはならないということですね。ですからヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モードではですね、台風13号コンソンらしき等圧線というものは一切現れてこないというのが結論になります。9月9日の木曜日の午後7時の時点ですね。で、ECMWF モードはですね、一番先の予報は9月11日土曜日の夜8時までのこの気圧配置の予想図を見ることができるんですけれども、まあ、この GFS モードとですね、ECMWF モード、どちらの予報を信頼したらいいかということになるんですが、別に GFS モードをけなすわけではないんですけれども、やはりですね、このウィンディのプレミアムの説明にもあるようにですね、こちらですね、ヨーロッパ中期予報センターが提供する非常に正確なモデル、他の予測モデルと比較して明確な勝者、このモデルは商用であるため世界で弊社しか提供していません、という記述が書かれているんですね。まあ、つまり予報の信頼性は非常に高いですよということがこちらの説明にございます。だからまあ、どちらを信用したらいいかっていうと、この ECMWF モードの方がまあ、正確である可能性が非常に高いですよということを謳っているわけですが、じゃあ果たしてどうなのかということなんですね。これ ECMWF モードを蹴らすわけじゃないんですけど、前回の台風12号大前スの時はね、このヨーロッパ中期予報センターのこの気象モデルで全然この台風12号大前スが現れてこなかったんですよ、予報で。実際台風12号大前スは発生したので、これで信頼度としてはどうなのかなというのは個人的には感じるところではございます。けなしてはいませんよ。ということで、時刻をですね、本日9月2日木曜日の午前9時に戻して、今度はドイツ気象局、ダイチャ・ウェーター・ディーンツの DWD の気象モデルをベースとするアイコンモードに切り替えて、再生をして参りましょう。5日間予報ですね。ですから、9月6日月曜日の、夜11時までの予報となります。で、こちらの方はですね、ちょっと予報の期間が短いので、台風13号コンソンが現れては来ないんですよね。この予測モデルのデータとしては。だから、まあ、ちょっと先の予報がね、ちょっとわからないので、結局何も変化のない、非常に穏やかな大海原のままで予報を終えるというような形にはなってます。
アイコンモードの一番先はですね、9月7日の火曜日の午前0時ですね。ということで、特に目立った変化はなしということになります。で、以上がですね、ウィンディの ECMWF、GFS、アイコン、この3つの3モードの比較でした。だから目立った動きが見えたのが、この GFS モードだけということになります。しかもですね、厄介なことにですね、13号コンソンらしき等圧線が、上陸をしてしまっているということで、それじゃですね、台風速報、トロピカルティビッツなるですね、NCEP 国際環境予測センターの電球数値予報システムの GFS 台風気象予測モデルがベースになっているこのサイトで確認をしてみましょう。このスライダーは送っていきます。中央上部やや右側に見えるのが日本列島になります。で、このスライダーバーで送っていくとですね、やはり見えますね。こちら台風13号コンソンらしき等圧線、もろに日本列島に上陸、しかもですね、西日本地域、こちらは四国のあたりから上陸をしてですね、非常に中心の部分が、等圧線が狭く濃くなってますね。中心気圧は966ヘクトパスカルを指し示しています。そして日本列島を縦断してですね、大東北地方の岩手県のあたりから、この太平洋側に抜けていくというような一連の進路予想を指し示しています。その後は変化なしですね。一番先、セプテンバー9月18日の午前3時まで、ですから約16日間のこの台風13号コンソンの進路予想を見ることができるんですが、ちょっと巻き戻していくと、台風13号コンソンの卵らしき熱帯低気圧が現れ始めるのはですね、9月4日の夜9時ですね、早くも中心気圧1010ヘクトパスカルの熱帯低気圧らしき、この等圧線はね、円状のものではないんですが、現れ始めています。そして送っていくと、等圧線が、円状のものがですね、くっきり現れ始めてくるのが、9月7日の午前9時の時点ですね、フィリピンルソン島の東の海上ですね。このあたりはね、マリアナ諸島のあたりですね。マリアナ諸島のあたりから台風13号コンソンの卵が発生し始めているというのがお分かりいただけようかと存じます。そして、まず、北西の方向へ、進んできてますね。そして、徐々に発達をしてきます。やっぱり海面水温がね、高いんですよ。この発達してくるっていうのは。これは私、昨日の動画でもお伝えしたようにですね、このフィリピン海、しかも日本列島南の海域のですね、海面水温がほぼ30度、マックスの状態を指し示していたので、こちらは昨日の動画をご覧いただければと思います。中心気圧949ヘクトパスカル、今下げてきてですね、この非常に等圧線の幅の狭い台風13号、コンソンらしき、この気流の渦が、沖縄県に差し掛かっています。沖縄県には上陸とは言わないんですが、沖縄県を横断している形ですね。暴風域は南西諸島全域に及んでいる、この台風13号、コンソンらしき等圧線。まあ、大きさはそれほど大きくはないんですが、九州地方ですね。9月11日の朝9時の時点で、九州地方に上陸をしているかに見えます。中心気圧959ヘクトパスカル。9月11日の夜9時の時点で、四国地方に中心気圧986ヘクトパスカルの台風13号、コンソンらしき等圧線が上陸をしています。日本列島縦断してますね。9月の12日の午前3時。こちらは北陸地方、新潟のあたりに上陸しているかのように見えます。ただ中心気圧はですね、986ヘクトパスカルにまで下げてきてますね。9月12日の朝9時の時点、東北地方に差し掛かっている台風13号コンソン。そして9月の12日の午前3時にはですね、太平洋沖に抜けていくという形になってますね。ただこの時点でもですね、中心気圧984ヘクトパスカルなので、結構しっかりとした強い台風13号コンソンであることが予想されます。
で、この後はね、もう太陽系に抜けていくといったようなこのもろに日本列島直撃、上陸縦断というようなですね、この最悪の進路予想を見せてくれるのはですね、トロピカルテビッツの GFS 台風気象予測モデルになっています。それじゃあですね、台風のこの発生、この熱帯地域からの台風の発生が何も見えなかったヨーロッパ中期予報センターですね、の ECMWF モードの公式サイトをちょっと見てみることにしましょう。こちらですね、ご覧いただいているのが東アジア地域なんですが、中央下部やや右側に見えるのが日本列島になります。この予報の期間なんですが、9月1日セプテンバーですね、1日の午後9時からですね、一番先9月11日の午後9時までの10日間予報になってます。でね、中国大陸から出てくるちょっとおかしな動きの等圧線は見えるんですが、そして先ほどご覧いただいたように、太平洋ですね、亜熱帯地域からではないですね、岩手県東北地方の東の海上に突如として現れるこの低圧部は確認できるんですが、この、ちょっと待ってくださいね。あるな。台湾の西の海上にちょっと小さな等圧線がですね、上がってくるのを私、見逃しませんでした。ということで、じゃあね、東アジアとインドネシア地域もちょっと見てみることにしましょうか。あるな。発生しているか。発生はしているな。いや、でもそんなにこれは、はっきりとした台風ではないようですね。まあちょっとね、南シナ海にですね、非常に小さなですね、熱帯低気圧らしき等圧線が今ちょっと見えているんですが、非常にちっちゃくてコンパクトですね。これは大丈夫かな？これは大丈夫ですね。まだはっきりとしたですね、台風13号コンソンになるような、兆候は見えるものの、非常に大きな被害を及ぼす、この、等圧線ではないということが確認できました。ということで、以上がですね、台風13号コンソンに関する最新情報ということになるんですが、やはり心配なのはですね、台風13号コンソンらしき等圧線の進路予想図ですね。ということで、まだ今日はね、はっきりとしたデータはちょっとお示しすることができない状況なんですが、今はもう台風シーズンの真っ只中に入ってている状況なので、今後もですね、最新情報を毎日更新で、情報発信してまいります。台風の動向が心配な方、台風の動向が不安で夜も眠れない方以外もですね、ぜひ、当台風速報チャンネルにですね、チャンネル登録の方をしていただいて、台風の最新情報を入手していただきたいと思います。私からは以上になります。台風速報。ただこの時点でもですね、中心気圧984ヘクトパスカルなので、60進数表記で。